の古里に到着。ここから映画村に歩きます。5分ぐらいらしいですよ。ちょうどすれ違う。みんな紫が多いね。またほら、あの江ノ電とかとはまた違ったね、いい雰囲気がある素敵なところでございます。今ね、ちょっとだけここは、路面電車の区間ですね。こういった感じ。現在地から信号渡って右にカーブしながら行くと着くみたい。思ったより結構距離はあったかな。ここ何十年ぶり映画村到着です。これ10時開店なん、開店中か、何、10時オープンなんだね。今10時です。ちょうど今オープンしたところ、いい時間に来れたな。最初に嵐山行って正解だった。全然時間とかね、オープン時開館時間とか下調べしなかったからねとりあえず中入ってみますよ。なんか入り口の雰囲気はやっぱり昔と全然違うし、建物も変わったな、これ間違いなく。俺は30年以上前に来たぐらいなんで、30年ぐらい前か以来なんで、だから、いやでも人すごいね。ちょっとビビった。もう入村はしてるんだけど、今入れてるんだけど、ものすごい人だね。まだ全然入れないでいる。で、我々はこうチケットを持ってないから、今チケットを買う列に並んでます。大人2400円ですね。アトラクションにね、アトラクションがあってアトラクションに乗るなら、プラス1500円ぐらいでアトラクション付きのチケットがあるらしいけど、まあとりあえずね、中見るだけなんで、それで入村券だけ買います。はい、2400円大人入村券ですね。1日まあで、かなり中で楽しめるんだろうけど、ちょっと時間もないからね、お昼までにはもう新潟、お昼にはね、新潟行きのもう帰路に着くんでね、入村券だけ買いました、2400円。はい、渦巻映画村はね、結構昔と違って結構子供向けになった感じがするかな。仮面ライダーだとかそういうのがやっぱり、仮面ライダーめちゃくちゃ推してるね。あと忍者だとかそんな感じ。だいぶ昔と違うね。時代劇のコーナーもあるんだろうけど変わった。こういったフィギュアだとかあるね。これもお店っぽく作ってあるけど、お店ではないみたいだね。あれお店なのかな、これ。あ、レストランなんだね、本当にね。こういったご飯食べれますね。ラーメン、チャーハン、うな重1枚のせ1650円、デミタンハンバーグ、牛肉丼、うまそうだね。1階のフロアはもうほぼね、仮面ライダーとかですよばっかり。わあ、だからちっちゃい子とかはめちゃくちゃテンション上がって興奮してるけど、わあ、めちゃめちゃテンション上がってる。みんなやばい。この真ん中のやつはわかるよ、やっぱりこれ僕の時代のやつだもんね、多分。あとはでもすごい、これ AZ1 じゃない。うわ、これ多分 AZ1 改造したやつじゃないかな。違うかな。え、違うか。何の車だろう、もう分からない、ほぼ分からない。でも本物の車ですね。よいしょ。で、これも本物のバイク、多分撮影で使ったやつだよね、おそらくね。すごい、これ車なんだろう。これ俺車相当詳しい方だけど自分で言うのもなんだけど、これ分かんないよ、分かんないね。うわー、これとかもわからないな。もう原型わかんないな。はい、これが外の部分ですね。まあこの辺は実際にね、セットとして使うことがあったのかどうかちょっとわかりませんが、これなんかもう本物の電車だよね、これどう見てもね。新人電車。うわー、これも普通に入れちゃう感じ。うわー、すごいね、完全に本物ですよ。昔の構造ですね。みたらし団子なんか本当に売ってる感じ。あー、久しぶりに来たけど外青空になりましたね。このね、ここに来る前に嵐山に行ったんだけど、嵐山はもう猛吹雪だったです。あ、これ水戸黄門で使われたもの、椅子だったりするのかな。へー、すごいね。で、お食事所は本当に食べれるね、本当に食べれる部分ですね、これはね。ラーメン屋さんだね。ラーメン、チャーハン、ジャージャー麺、つけ麺、何でもある。中には京うどん、うどん屋さんありますね。これも本物、ね、セットとかじゃなく。うわー、食べたいぐらいだな。美味しそうですよね、京うどんね。あのそばもうどんもそうなんだけど、薄いね、要は醤油の色じゃないようなね、スープが。
入ってるんですよね。チャンパラ実演ここでやってます。今もう始まっちゃってるんだけどね、これから見れる中村座。おーすごい、もう始まってる。撮影していいのかなこれ、ちょっとよくわかんないけど、あったかい中これね、本当に昔から使ってるセットだと思うんですけど、こういったところ一軒一軒それぞれね入れますね。こういった感じすごいですよね。本当に多分使ったりするようなねセットとしてね、使うとこ多分時代劇とか見るとね、こういった風景出てくるんじゃないかな、はい、この恵みっていうのもね、なんか見たことあるって見たことあるかな。ろうそく屋さんなのか、多分ね全て時代劇で本当にね使ってるものだと思いますよ。まあ今はどうかわかんないですけどね、当時はね、まあ使ってたと思う。こっちは旅かご池田屋さんですね。まあ旅館みたいな感じのとこ。まあ本当にもうよく作られてるというか、本当2階とか本当上がってみたいぐらいなんだけどね。こういった感じ、すごいですよね。本物のタンスかもしれないね、あれは。ああ、すごい。いやー、いい雰囲気ですね。ここは本当に。好きなとこですね。昔と変わってないね、これはね。うん、あ、青空見えてきて本当にいい天気になりましたよ。ああいう服着てる人たち、あれ売ってんのかな、あれ。紙屋さん。今、水戸黄門の音楽流れてた。すごいね。いい雰囲気だね。桔梗屋さんとかもあるんじゃない、多分。お主もあるよのとかいうやつ、そういうやつ。すごいね。この橋は渡れないみたいだね。昔からなのか渡れた時代はあるのかと思う。雪が積もってるよね。
恐ろしいですね。渡れないのは残念。お店にはやっぱりね、まあ時代も変わりました。こんなの昔一品一切売ってなかったと思うけど、ここ本当にお店ですね。本当に売ってる、こういうのも本当に買えるものですね、映画村グッズ。おお、すごい。へえ、面白いね。キティちゃんなんかも売ってるんだ。あ、サンリオのバツ丸とかもあるね。昔木刀買った気がする。今でも売ってるんだね。あ、これ修学旅行で買った気がするな、これ木刀。このコマヤもアイスクリーム、クレープ、たい焼き、ソーダフロート、本当に売ってます。で、本当に中でも食べれる感じのお店になってますね。あ、すごい、これもう本当に今風、完全に今風の、ね、感じ。今団子屋さん、団子屋さんなのかな、みたらし団子を売ってますね。焼きそば、焼きとうもろこし、号泣ベーコン串、あとソフトクリームなんかは本当に売ってる。花見茶屋、素敵なとこですね、とっても、映画文化館、美空ひばり座やってるみたい。うわ、広いね、すごく広いですよ。これが多分アトラクションですね、多分ね。そしてこの泉なんか昔多分なかったよな、多分なかったと思うな。あー、すごい。こんな絵なんかもね、こういう感じのもう映画とかで多分ね、時代劇とか見たら出てくるんじゃないかな。脱出の城、お化け屋敷なんかも中にあるみたいですね。あー、すごい。ね、覚えてないけど、射的5本300円。どういったとこなんだろうね、美空ひばり座。入場無料。ああ、美空ひばりのことをね、あ、特集してある感じですね。うつまさ、映画も出てたんだね、多分ね。ああ、美空ひばりさんですよ。本当に使った衣装かもね。懐かしい感じだね。僕はこの時代ではないかもしれないけども、なんかわかるよ。すごいね、映像が流れてて、おそらく本物の衣装のね、結構小さかったのかな、結構小さい感じするね。これ等身大なのかな、いや違うよね。あ、本物の衣装ですよ多分。なんか知ってるよ、よく流れるやつだよねこれね、映像。冬ひばり、これも本物ですね。2階に上がってきました。本物のカメラだね多分ね。うわー、すごい、本物のカメラ。昔映画を撮ったりしたカメラなのかなこれ。2階も美空ひばりってわけでもないのかな。いやー、これは本物だよね多分ね。すごい、よく残ってたよね。あー、すげえ、人が全然いないけど。この辺りもね、すべて本物だと思いますよ、ね、面白い、すごく。これってなんだろう。あ、触らないでくださいになってるね、今はね。本当だったら何か機能するのかもしれないけど、今はよくわからない。なかなか、ね、楽しいですよこれ、古いもの見るのも ね、 ここのね、この美空ひばり館がね、ちょっと当時あったかわからないけど、まあ、40年前ぐらいに僕は、いや30年前か、来てるけど、30年前ってね、まあ、美空ひばりね、まだご健在でしたからね、美空ひばり感はなかっただろうけど、すごいね、映画の歴史館みたいな感じ。自販機だとか中にね、売店がね、外にもね、ちっちゃい売店何か所かあったんだけれども、ここ大きな売店ですね。ちらっと見てこようかな。東映の DVD なんかもね、いっぱい売ってるね。あとは、まあすごい量ですね、いっぱい売ってる。
キャラクターのグッズがいっぱいあるね。とにかく、まあ、いろんなものが売ってて結構面白いことは面白いですね。10手とかも売ってる。刀とかも売ってますね。へえ、面白い。中は広いですよ。八つ橋も売ってる。もう一回外ね、回りきってないから。あーすごいね、ここなんかも多分本当に使われてるところ、ところどころ音楽が流れてて、2階には上がれないんだけど基本的にね、こういった感じ。これは本当に玄関だけですね。中はここは多分開かないですね。ここも開かないですね。こちら三浦屋さんなんかも入れて、向こうにね、向こうの通路に抜けられる感じになってますね。すごい、これも本物な、本物違うなんていうの、ね、普通にこうやって出ていける。これなんかもね、本当に撮影で使われるようなね、建物だったりするのかな。でここでほら、たったたった、突き当たりだみたいなね感じで、ここをこうよじ登ったりするね、そういった多分シーンもあったりするのかもしれないね。そしてこの小さい橋があって、まあありとあらゆるところをね多分撮影で使ったりするんじゃないかな。中にはほら黒い鯉がいますね、本物のね。道路渡った向こうにもねあるんだね。これはちょっと記憶にないけど、そしてほら金箔ソフト金箔ソフトありましたよ。僕動画上げてますからね、新潟でだけど。これ1100円、うわー観光地価格ですね。ちなみに、新潟ふるさと村道の駅ではね、確か860円でね食べれますよ、ほぼ同じもの。こちらね、道路の向こうかなり広いですね。結構子供向けかもしれないな、忍者とかそういう感じ。あれはなんだろう、あれ紫何、行ってみる。でか、めちゃくちゃでか。あれ上まで行けんだね。有料なのかな、多分有料だね。京都スリエヴァンゲリオンの基地。あ、なんか水が流れてる。あれ下には水が溜まってる感じ、すげえね。エヴァンゲリオンちょっと俺よくわかんないんだけど、あーでも面白い。なんだろうね、滑り台かなんかなってんのかな。すげえでかい。これ普通にタダで上行けるみたいですね。階段なんだよね多分ね。でっけえ、すげえ。エヴァンゲリオン京都基地と称するものらしいですね。京都3、昔は、まあ、全然当然なかったんだろうけど、自撮り棒禁止です。今手持ちでカメラ撮ってます。すごい、はい、基本的に階段ですね。エヴァンゲリオン京都基地結構新しいのかもしれないね。わーすごいね、階段で登ってきます。エヴァンゲリオンちょっとよく知らないんだけどね、結構高いところまで上がっていく感じ。京都基地しんどいな、階段が。途中の階にはね、こういった画面があって、何これ。神道教師はどこ、第三神道教師どういうことどういうことなんか神奈川なんだ。一番上まで上がってきましたよ。あーすごい、結構怖い、高い、だいぶ結構ね高くて怖いけど、まあ周りを越えてね高いところから見渡せる。隣の建物にはね、なんであんなところに観光ほら、人がいる。なかなか面白かった。ちょっとね動画撮りそびれちゃったけど、まあとりあえず降ります。なかなか面白かったですよ。一番最初にね、門になってる、玄関になってる建物はこういった割ともう全て3階まであるけど、まあ結構子供向けのね建物だったですね。パディオスっていうね感じでございます。やっぱりこのね仮面ライダーがね主体になってる感じでございますね。忍者の砦なんかもね、まあ有料の別スペースになってますね。一体迷路があるみたいね、迷路ね、こんな感じ、まあこんな感じでございます。このすげえでかい仮面ライダーがいますよ、ここもね、まあ、別料金。おーすごい、当時の仮面ライダーじゃないこれ。だから雪の映画村なんてなかなか
なかなかないと思いませんか。でもね、まあ楽しかったね。久々の映画村、かなり子供向けのね施設にはなってしまってたけど、わあ雪ですよ、雪景色、いやー楽しかった。映画村バイバイ。いかがだったでしょうかね。とりあえず楽しめました。30年くらいぶりのね渦政映画村、もう前の覚えてないからね全然ね。でもすごく楽しかったね。こんな感じ、ちょっとざっくりとした動画ですが、ね、この辺で終わりです。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。